はい、こんにちは。イマジンハート研究所のナオジーでございます。はい、どうも。はい、ですね、今回はですね、まったりと行きたいと思ってるんですけれども、前もね、お餅焼いて食べるかな、じゃないや、あれだ、なんだっけな、カワハギやったんですけど、今度はですね、ガンモドキをね先日買ってきた、スーパーで買ってきたガンモドキなんですけどね、こういったね、はい、ガンモドキ買ってきましてね、これをね、ちょっと焼いて、夕食の、夕飯のですね、おかずにしたいなと思ってるんですけど、まあね、普通はトースター、オーブントースターでもって焼くことが多いんですけども、まあね、せっかくね、こういうね、直したね、石油コンロがありますんでね、石油コンロでまったりと焼いていきたいなと思っております。はい、これでね、あられをね、焼いたりとかですね、干し物の魚とかね、そういうのね、スルメとかもね、焼こうと思ったんですけど、スルメって高いんですね。あんまり食べなかったんですけどね。スーパーとかでね、2枚入ったね、あんまり大きくないスルメがね、スルメイカですね。スルメイカがですね、2枚入って1000円ぐらいするんですよね。で、ネットで見たら3枚で1000円っていうのもあったんですけどね。もしかするとね、明日ね、卸売センターかなんかね、市場に行ってみようかなと思ってはいるんですけど、ちょっと最近寒くてね、行かないかもしれないですね。行かない方が、確率高いような気がするんですけども、はい。ガンモドキね、焼いていきます。はい、こうやってね、焼いていきます。はい。ガンモドキね、私って僕ね、大好きなんですよ、実際ね。ただね、最近のガンモドキはね、中身がね、あんまりね、入ってないっていうか、具が入ってなくてね、ただの、まあ、なんか厚揚げみたいなね、厚揚げにちょっと具が入ってるようなのが多いんですけれども、もっとね、具がたくさん入ってね、ごぼうとかですね、ひじきとかですね、あとグリーンピースなんかもいいですし、あと人参ね、あとなんだ、ごま、なんか結構いろんなの入ってましたけど、昔のね。はい。で、なぜ好きかっていうとですね、まあ美味しいっていうのもあるんですけど、だいたいね、こうやってね、焼いてですね、大根おろしかなんかで食べるのが僕のね、一番の、まあ、好きな食べ方なんですけど、煮て食べることもありますけど、どちらかというと焼いてね、さっぱり醤油味で食べるのが好きですね。で、なぜ好きかっていうとですね、思い出のね、食べ物なんですよ、実は。はい。で、どういう思い出かっていうと、釣りの思い出なんですけれども、親父がですね、まあ、僕が小学校の頃なんですけどね、小学校とか幼稚園、小学校の低学年の頃かな、主にね、その辺の思い出なんですけど、親父はね、すごくね、釣り好きだったんですよ。特にいつも言ってたのがですね、鯉釣りですね、鯉、はい、魚の鯉ですね、淡水魚の鯉なんですけれども、歩ってですね、歩って15分ぐらい、20分ぐらいかな、歩くとですね、多摩川に出るんですよ。ちょうど、なんて言うんだろう、ダービーとかやる、なんだっけな、競馬場、中央競馬場ですね。中央競馬場の反対の岸になるんですけど、中央競馬場ね、なんかね、なんか競馬、12月の最後の競馬とかなんかニュースっていうかね、ツイッターじゃなくてですね、YouTube の広告とかでね、最近よくできてるんですけど、有馬賞でしたっけ、なんだね、
それも多分中央競馬場でやるんだと思うんです。府中にある中央競馬場ですけどね、はい、あそこのね向かい側になるような、うん、多摩川のね、ところでよくね釣ってたんですよ。でさっき言ったように主にね鯉のあのぶっ込み釣りっていうのかな、こう親父はねどちらかというとねあのさつまいもね、さつまいもを煮ましてね、それを角切りにして針にくっつけて、その周りにあの魚粉っていう、魚の粉、それをね、まぶしてね、それをまああの投げ込んでですね、リールで投げ込んで、釣るんですけどね。で親父もね貧乏だったんでね、まともなね釣り竿がないんですよ。で安いね木でできたね釣り竿を使ってたんですよね。今だったら考えられないですよ。今だとあのファイバーあのグラスファイバーとかカーボンファイバーか、そういうねあの竿があの主流ですけど、竹じゃなくてですね本当にあの木でできたやつなんですよ。今見かけないんですけどね。それで釣っててですね、あの折れちゃったりね、あの大きいやつ大きい鯉がかかってね、慌ててあの合わせてあのなんでリール巻くとですねポキンとかね折れちゃったりなんかするね、そういうねあの粗悪な竿を使ったりなんかしてましたけどね。ほんであのそんなにねたくさん取れるわけじゃないんですけど、取れる時にはですね、3匹とか4匹ぐらいとかですね一挙に取れるんですよ。なぜかというと鯉ってこういうふうに回遊してるっていうかね、なんかまとまってね泳いでるみたいなんですよね。群れをなしたりとかね。でちょうどねその群れに当たるとですね、3本か4本ぐらいねこう竿を仕掛けておくんですけど、一挙にですねあの当たりが来るんですよねはい、そんな感じであの釣れる時にはね結構ねあのいっぺんに釣れちゃうんですけどね、それをまああの家に持ち帰ってですね、鯉の洗いですか、ね刺身にして食べたりとかですね、煮物にして煮付けにしたりとかして食べてましたね。僕はね川魚にもともと魚自体がそんなに好きでもないし、川魚は特に好きじゃなかったんでね。親父もね魚は大好きなんですけど川魚が嫌いでもってですね、主にお袋がですね川魚結構好きだったんで食べてましたけどね。そんでまあそこに行く時にはね親父は朝早く出るんですよ。休みの日にねもう日が昇らないうちですね、太陽が昇らないうちに家を出てくるんですよ。その時にねバイクで行くんですけど、その荷物を乗せるのにねリンゴのね箱、昔は木の箱だったんですけど、その箱をですねくくりつけてですね、道具をそこに入れて行ってましたけどね。そんで僕がまた玉が行くんですけど、わりかしね遅くなってからですね、遅くなってからっていうか日がこう昇ってですね、まあ8時ぐらいなのかな、うん、お袋がね一緒についてってですね親父のところまで送り届けてくれるわけですね。でお袋はそのまま帰っちゃうんですけれども、それで一緒に釣ったりなんかしてですね、そんで帰りはですね親父と一緒に帰ってくるんですよ。その帰りの途中にですね小さいですね豆腐屋さんがありましてね、はい、そこのガンモドキをね必ずと言っていいほどね、買って帰ってくるんですよね。釣りに行った帰りにはガンモドキを買って帰るんですよ。それをですね焼いてですね、食べてたんですね。そういうちょっと思い出がありましてね。なのでねガンモドキに関してはこういろいろとね思い出があるんで大好きな食べ物ですね。もう結構ジュージューしてましたけど、これやっぱり中までね火が通るには結構ね時間かけてやらなくちゃいけないと思うんですけどね、はい。で玉が
さっき玉川の話しましたけど、で僕もね小学校の時ねよく玉川にね友達とか、ね、行ってね船とかですね口細っていうねなんていうんですかねちっちゃい魚をね、友達なんかと、取ってたんですけれども、それからですねまあ僕が小学校の高学年中学に入るぐらいかな、その頃玉川がねどんどん汚れてきましてね、で泡が出たりとかしてですね、泡立てたりしてですね、そんで中学1年生ぐらいのかな取ったな、友達とやっぱりいつものようにですね、釣りに行ったわけですよ。ちょうど、それはですね、南武線っていうね電車、昔は国鉄でしたけど今 JR のね南武線っていうね川崎から立川に、つながるですね、電車がありまして、その電車がこう多摩川を渡るんですよね、伊南から、府中に渡る橋がありまして、その橋のたもとで釣りしてたらですね、変なね、魚が釣れちゃったんですよね。まあ5センチぐらいの大きさですから、このくらいの大きさの魚だったんですけど、背骨がね異様に曲がって気持ち悪い魚だったんですね。そうしたらですね、僕は1匹釣って、あとね頻繁でもないですけど時々ねそういう魚がね釣れるようになったんですよね。それで気持ち悪くてですね、もうさ魚釣りを多摩川でね魚を釣るのをやめてしまったんですけど、最近はね非常にやっぱ公害も少なくなってね、やっぱ下水の普及とかもあるんだと思うんですけれども、非常に綺麗になりましてね、多摩川もどうもね鮎とかも登ってきて、まあ多摩川のうちのそばはあんまり鮎とか見ないんですけど、上流に秋川とかですね、そういうところありまして、そこら辺はですね鮎が釣れますね。そう、日本放送日本テレビ日テレで鉄腕ダッシュってありましたでしょ。あれでよく多摩川の多摩川のねなんていうの番組、多摩川の鮎をね、取り上げた番組とかあったと思うんですけど、昔は鮎とかもねいなかったんですけど、だいぶね出てきたみたいですね。そういう形でどんどん綺麗になってきてますね。はい、昔はもうね光化学スモッグとかでね、小学校の時ですよね、晴れると夏場晴れると光化学スモッグ注意報とか出ましてね、外出ちゃいけませんみたいにねありましたけどね、今あんまりそういうの聞かないですよね。日本の場合はだいぶねそういった目立った光害っていうのは少なくなってきました。あとちょっとね脱線っていうかちょっと関連してるんですけど、うちの周りはね昔は田んぼとかですね梨畑があって、焦げてきた梨畑とかね、田んぼがありまして、そうすると用水路があるわけですよ。うち今住んでるところの近く、まあ10メーターぐらいかなのところにもですね用水路が流れてまして、その用水路の用水路はですね田んぼに面してたんでね、ちょこちょこそこでねカエル釣りをしたりとかですねカエルを釣るんですよね。はい、それで遊んだりとかしてたところがあってですね、小学校の頃はですね非常に綺麗な川だったんですよ。そしてですねまあ罠をかけるわけですよ。銅っていうね竹でできたこう一旦入っちゃうと抜けられないっていう罠なんですけど、それをね仕掛けておくんですよ。そうするとザリガニとかですねちっちゃい船とかですね、主にね土壌がかかるんですよね。はい、でそれをですねまあいろんなところにねかけておきて、それをまあ引き上げるとですね土壌が結構たくさん取れましてね、それをまあ僕はあんまり土壌好きじゃなかったんですけど、それをおふくろがですね、
と主に味噌汁にして食べてましたね。はい。そしたらですね、その土壌もですねいなくなったんですよ。なぜかっていうと、あの皮がですね白くなりました。あの川の水も白く濁ってですね、で、あの川の外、底が、底ですね、そこが白いね、白い土みたいなのがね、出てきましてね、それで土壌がねどんどんねいなくなっちゃったんですよ。その原因はですね生コンです近くに生コンのね、ところがありまして、そこからの廃液だと思うんですけど、それがね、あのコンクリートですね、コンクリートの廃液が用水路に流れてですね、それがあの白いね川底にしてね、要するにコンクリートの粉でもって白くなっちゃったみたいでね。で、場合によってはですね、あのこのなんだよ、通路っていうか、なんだ、穴道路をこうね、川が横切るときに下で土管ですか、土管がね詰まったりとかね、そういうことがあってね、困ってたんですけれども、最近はねそういうこともなくなったんですけどね、今結構いい状態になったんですけどね。はい。おでね、最近もう何年か前からですね、まあ少しそうですね、歩って5分ぐらいのところにね、川があるんですよ。ガンダムのねいきなりガンダム出ちゃいますけど、ガンダムのねメカニックデザインのね、大河原さんという人がいまして、その方の住まいのね近くも流れてる川なんですけどねそこにね、結構ね、そこを通るとね、なんだ、カワセミがねいるようになってたんですよ。何年か前にね。でカワセミをですね、スマホとかですねの写真で動画で、ね、撮ったりなんかしてましたけど、今もあるんじゃないかと思うんですけれどもね、あの動画がね、それがね結構ね2匹ぐらいいたりとかしてる。2匹っていうのは2羽ですね、2羽ぐらいいてですね、綺麗な青いね色のね、鳥なんですけどね。そしたらですね、まあ去年ぐらいですかね川をねコンクリートで固めちゃいましてねまあ木とかね、か葉っぱとかねいろいろあったんですけど、植物とか周りにあったのがね全部なくなってですね、こうコンクリートのね固めたね水路になってしまったんですけどね。そしたらさすがにね、カワセミもいなくなりましたけど、ちょっと寂しいですね。はい、ということでですね、ずいぶんね、焼け的に、ああ、結構ね、ほら、ジュク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 やってますね。そろそろいいかな。はい。ちょっとね、もうそろそろね、中まで温まってると思うんですけれども、はい、これお皿にとってですね、はい、そしてあっちあっちな、お皿にとってですね、ここに、はい、ここに大根おろしを結構たっぷりですねかけます。はい、これねかけて、そしてですね、はい、お醤油をジャーっとかけまして、結構たっぷりかけます。塩分取りすぎって言われるかもしれないですけどね、お医者さんに行くとですね怒られちゃうんですけどね、
このようにして、いただこうと思ってます。はい、またね、こんな感じでね、ちょっとね、僕もまったりしてですね、思い出話とかですね、いろんなのを話してみようかなと思っておりますんでね、チャンネル登録もよろしくお願いします。今、ウォシュレットやってるんですけどね、なんかすごくね、難関になってしまいました。だんだんとドツボにはまってきましてですね、今解析中なんですけどね、なんか電源系統のね、おかしいみたいなんですけどね、そういう形で修理の方もちょこちょことやってるんですけどね、今日はですね、久しぶりにね、新刊ね、今日発売されたですね、本がね、Amazon が届きましたんで、今日はね、ちょっとね、時間を取ってですね、読んでたんですけどね。はい、ということで、また修理の方もやりますんでね、あと保存食の方とかね、いろいろとやっていきたいと思いますんで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。今日は12月22日じゃなくて、22年のですね、12月25日、あと1週間ほどでですね、新年を迎えることになります。はい、はい、失礼します。はい。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、どうも。